こんにちは、舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、独身男性というテーマでお話しするんですけども、この独身男性、まあいろんなシチュエーションがあるんですけども、今回出てくる男性 A さんはですね、もともと結婚生活を十数年送られていたそうなんですけども、昨年の暮れに、まあ、別居が始まって、まあ、今に至るということでね、まあ、別居状態が2週間ちょっとなんですけども、まあ、別居に至るっていうのはいきなりなるわけじゃなくて、少しずつ少しずつ、まあ、いわゆる、まあ、夫婦間の齟齬とか家庭の中の不和っていうのが、まあ、取り返しがつかなくなって、そういった場面に出るのかなというふうに思うんですよね。まあ、いきなりそういうふうな晴天の霹靂っていうのはないわけで、まあ、あの出て行かれた女性に関しましてはね、奥さんに関しましては、まあ、びっくりだとは思うんですけども、まあ、思い起こせばいろいろと、まあ、その予兆というかポイントがね、数年前から訪れているってことだったのかなと思います。まあ、一方的にね、あのその男性から、まあ、この A さんというのは私の速稼塾の塾生さんでいらっしゃるんですけども、その方からの、お話、都合を聞いただけなんで何とも言えませんけども、でもこの心理的な変化っていうのは当然起きるなっていうところなんですよね。まあ、というのが、もともとね、このご夫婦は共働きでつつましくお暮らしになっていたんですよね。まあ、その中で、なんとかこれからのことを考えて所得を増やしたいと、まあ、子供も大きくなってくる、子供はお一人いるそうなんですけどね、大きくなっていく中でますますお金もかかってきそうだからっていうので、まあ、男性の、ね、A さんからね、ご相談いただいたんですよね。で、 A さんは自分の力で家族を支えたい、で、まあ、奥さんも共働きをしていて苦労させるているから、楽をなるべくさせたいなっていうところでね、一生懸命ビジネス取り組んでいただいて、まあ結論言えば稼げるようになったんですよ。まあ、別に私のおかげってわけではないんですけども、速稼塾をきっかけにして商品を作る力をつけて、集客をする力をつけて、販売する力をつけて、それこそやってる最中、最初は、まあ、結果がなかなか出なかったんでね、奥さんにかなりね止められたそうですよね。なんか騙されてるとかね、詐欺の商品を買ってるんだとかね、まあ、その中でも、まあ俺を信じてやらせてもらえないかってことで、まあ、とにかく、まあ、奥さんのご機嫌を取りながらね、さまざまなストレスを抱えながらなんとか売り上げにつなげていって、まあ月に私がよく言うね、プラス5万プラス10万とかをコンスタントに1年ぐらい稼げるようになると、まあ、奥さんの見る目も変わってくるわけですよ。まあ、それで奥さんがね、ちょっと最近は忙しくなってきたから、あのパートの時間を減らそうと思うんだけどっていう時ね、ああいいよと、そのために俺頑張って収入上げてきたんだからさ、ゆっくりしなよって感じで、まあ人格者ですよね、旦那さんはね、 A さんはね、まあ、奥さんの思う通りにしてもらったらしいんですよ。まあそれからいろいろあったんですけども、途中でいろいろとご相談を受けてたんですけども、どうもね、奥さんがね、自分の稼ぎが増えたものをいいことに随分と遊び始めてるんじゃないかなと、でパートをね、時間を減らすのはいいんだけど、その分ね、お友達を作ってランチに行ったりとか、よくわかんないけども、あの SNS で知り合った人とコミュニケーションをずっと取っていてね、なかなか私の方にこう身も今日しなくなってきたということで、なんかすごくね、寂しさを感じたそうなんですよ。でそれは速稼塾の中にもマインドセットがあって、稼いでる人と稼がない人、稼がない人ってはっきり言って使うだけの人なんですよ。それは気が合わなくなるってことは何度も何度も申し上げていたんですよね。まあでもやっぱりそこまで、ここまで辛いもんだと思わなかったと。なんせ自分が働くことによってこの人を楽にさせてあげようと思ったら、本当に楽をしてね、おんぶに抱っこ、あぐらをかき始めて、ついにはそのパートも辞めてしまったということでね、なんか一人でお金の問題を背負わされてるようで、だからこれからの家庭のこととかね、子供のことをこう話し合っても面倒くさいとしか思わなくなってきたらしくってね、 A さんはなんかこう全部が自分で抱えてるようで、非常につまらなくなったそうなんですよ。でそこに現れてきたのが、あのビジネス上で知り合った若い女性なんですよね。これがね、やっぱり若い女性がここに入ってくるんですよ。で若い女性にポロリと自分の身の上、いや実はね、奥さんとあまりうまくいってないんだよ、奥さんはあまり気づいてないみたいだけど、俺むちゃくちゃ不機嫌で家帰りたくないんだよねという中でね、奥さんが、あ、分かるわそれって、私はどっちかっていうと、あの頭使ってビジネスやりたい方なんで、仕事で頑張りたい方なんでね、やっぱり旦那さんがそういうのっていうのは気づくと思うんだけど、でもほとんどの人は結婚するときに、あ、この人なら楽させてくれそうと思うから、だからそう思わないですよねとか言ったら、あれ、それってあの久保塾長が言ってることだよみたいな話になったらしいんですよ。で結婚の動機は、女性はこの人といたら楽になれるから、男性はこの人の負担をどこまで耐えれるかなっていう、全く最初から違うんですよね、結婚するポイントがね。だからそれをなんかね、お互いに協力してやっていこうねっていうふうに
一つの共通語にしてるから誤解が生まれるんですよね。協力はしてもらえないと男性は思った方がよくって、で自分が頑張れば頑張れるほどその頑張った成果として、楽になっちゃうんですよね。で楽をする人が出てくるっていうことなんですけど、それが一番奥さんが楽するかっていうのをもしね許せないんだったらそれは続かないよねっていうことで、それが十数年目にしてねこの A さんの夫婦間では炸裂したということなんですよね。まあそれでね久保塾長の言う通りになっちゃいましたと。で修復することは可能なんだけども、これを機会に私は乗り換えたいというふうに言われてたんで、ああいいんじゃないですかと、自分の幸せのために生きてくださいと。そのためにね奥さんがいきなり別れを切り出されることになっても、それは奥さんの責任だからしょうがないよねというふうなね、もう私も取り尽くしまらないような答えを言ったんですけどね。まあでもその答えを期待してたんですよね。相談する段階で、頑張って奥さんそんなこと言わないで抱えてやれよみたいなことを言うのはね全く期待してなかったと思いますんで、そのまんまその新しい若い女性との住まいを持ってですね、一応離婚届を出して、出て行ったということ顛末になってます。まあ、奥さんからもいろいろと着信が入ってるみたいですけども、一切古虫ということでなんか子供さんとね二人で不安におののいて、ああしまった私はなんてことをしてしまった。はい、第二部でございます。まあねそういった形でその A さんからすると、まあ、奥さんはしばらく苦しんでくれればいいなというところまで来てるんで、もう完全に恨み節になっちゃってるんですよね。まあでもそこまで思いを蓄積させたのは誰なのかなっていうことを考えると、まあその A さんの心持ちが小さいというところもありますけども、やっぱりね、自分勝手に傍若無人に振る舞うとその付き合いを食らうってことなんですよね。でこっからそのまんま多分その A さんは新しい若い女性とつつましくやってくれですよ。そしてあっという間に現実を突きつけられて路頭に迷うそのお母さんとね奥さんですけどもね、お子さんと多分子供にも恨まれる。はい、じゃあ結論として言えるなら何人かというとですね、これがなくなったら困るっていう状態はすでにそれに依存してるってことなんで、何にもなくても大丈夫という形にいつでもね自分の体をそぎ落としていくってことが大切なんじゃないかなと思います。その上で、自分の余った力で包容力を発揮して抱えれるものを抱えていけばいいんじゃないかなというところですよね。まあ、特にね人は年を重ねれば重ねるほど依存型になっていくんですよね。でも数少ない人の中には自立型っていう方向に進んでいく人がいます。あとはどちらを選ぶのかはあなた次第ということでございましたね。じゃあ今日のね、独身男性というテーマ、愛媛大学の講義、ドキッとする方と、まあ、そうだよねっていう方と、これまた別れるんじゃないかなと思いますけども、その先の未来はもうあなた次第でございます。じゃあ